これは食えるかいな。極辛する普通。いやー、食えるかな。お、こんにちは。カリーマンです。今日はね、セブンイレブンのカレーフェスの食べたいものをね、大体食べて、次ね、8月9日に、出る商品を待ってるような感じなんですけど、前回買った中で食べてないものがありまして、そちらがこれになります。デリー、カシミールカレーラーメン。極辛。怖いです、正直。普通のカレーを食べるよりも怖いです。熱いから。多分。あっちからみたいになるのかな？どうなんだろう？ってことでね、今日はこちらをね、食べて8月9日までのね、バツナにしていきたいと思います。そしてね、ついでにと言いますか、あまりにも辛かった場合は、このとろけるマンゴーラッシー、こちらで口をこう、なんていうかな、こうまろやかにしていきたいなと思います。そしてなんか知らないけどね、癖になるんだろうな、このデリーのね、スパイスドライカレーおむすび。これと合わせてなんか食べるものなんかないかなと思って探しに行って、これに合わせるのに買いに行ったのに、またカシミールカレーを買おうと何回も手に取ったっていうね。それぐらいね、なんかこのカシミールカレーって癖になる、なんかこう、あれがあるんですよね。また食いたくなる。辛い思いして汗ダクダクになりながら、それでもまた食べたくなるって思っちゃうんですよね。だけど、これ食べるのに、合わせるのに、カシミールカレーはないなっていうことで、つい手を出したのがこちらとなっております。ということで、こちら食べてみます。ただ、これも、これも、なんか要は濃い味な、だったりして、リセットしたいなっていう時、そんなになったら、ちょっと、ナンをね、焼いて、ちょっとつけて食べようかな。食べてみようかなと思ってるんですけど、ちょっとそれはどうするかは分かりません。とりあえず今日はこれ、今からカシミールカレーを極辛、これを食べていきたいと思います。それでは早速お湯を注いでまいりましょう。いけるんじゃね。麺を食べるときでも完全に食べれるレベル。チキン、じゃがいも。それでは汁の方飲んでみましょう。いける。これはね、いけますよ。極辛ではない。だから辛いのが苦手な人は多分食べれないぐらいの辛さまでは来てますね。僕も辛いの苦手なんだけど、かっこいい食べれる。こちら、デリー&デリーで行ってみましょう。デリー&デリー。やっぱうまっ。前回ね、和風とか言ったんですけど、和風じゃねえよ。ちょっと酸味がね、あります。うめえ。そんで、この汁飲む。
口の周りはもうピリピリしますよ。せっかくなんでナンもね焼いてみましょう。はい、じゃん、こちらです。もちもち食感ののりナン2枚入ってます。オーブントースターで1000ワットで約1分か、600ワットのオーブンレンジで20秒。オーブンで焼いてこようかな。うまい。あ、全然極辛なんてそんなもんじゃない。もう全然いけます。いい。あ、オーブントースターがいいですよ。こう焦げ目がねつくんで、両面で焼いてください。うまい。うわ、めっちゃいいやん、これ。セブンイレブンのもちもちな。ナン&カシミールカレースープ。これはもうおすすめやん。めっちゃおすすめ。ただ、外にいるときは、これ焼けないんで。レンジでチンしたらなんかふにゃふにゃになりそうだし、これで焼いた方がパリってなるの、表面。あ、恐れおののいていたんですが、まあ、全然いけます。デリーのスパイシーおむすびともめっちゃくちゃ合う。デリーの、ドライカレーペーストっていうのが売ってるのをご存知でしょうか。辛口とかね、ストロングとかマイルドとかあるわけなんですけど、あれで多分味付けしてんじゃねえかなとは思うんですけどね。よかった、このカシミールカレーラーメンのスープがもうドロドロだったらどうしようかなと思ってたんですよ。サラサラのスープなんで、なんかスープカレーを食べてる感じだから、これご飯にぶっかけても全然いけますよ。ただね、具がやっぱね、カップヌードルすげえなと思って思うわけなんですけども、特にレギュラーのカレーですね。あれはやっぱポテト半端ないでしょ、でかくさ、ね、1.5センチとかあるのか、そんぐらいなくないですか。あれ具の量とか、やっぱこの麺と汁だけっていう印象がねやっぱあっちゃうと、こういうカップヌードル系のやつってなんかもう一回食べようかなっていうのはなかなか思わないんですけど、まあでもね、これね、ドライカレーとセットなら全然いけるし、なんとセットでも全然いけるんで、なんかそこが頭のなんていうかな、こう奥の方にねこうインプットされてしまうとなんか発動しそう。これとドライカレーがあれば、みたいな。これとナンがあれば、みたいな。ちょっと発動しそうなんで。まあ、それぐらいね、ちょっと思ったよりは優しくて食べやすかったっていう、そんな感じでした。これ、もし食べられるときには、ナンとドライカレーおむすび、一緒に買って、汁飲んでおむすび、汁飲んでナンみたいな、やられた方がいいんじゃないかなと。っていうか、やってほしいって思いますね。次、こちら、デザート的なやつ、ね、これ、買ってはみたんですけど、ちょっとおじさんにとっては量が多いですね。とろけるマンゴーらしい、ヨーグルト屋さんが作ったこだわりの味わい。アルフォンソンマンゴーピューレ 17% 使用。240g。いただきます。アルフォンソン、ヨーグルト、チパッっていうのはね、これどうしたら言わなくなる。ここ開けたらやから、あ、言わなくなった。トロッとしたりピューレが入ってるんですけど、
なんかそういった感じがします。すごい美味しい。一瞬でなくなりましたおじさんには飲めないとか言っときながら一瞬で飲んでしまった。はい、ごちそうでした。セブンのカレーフェスの8月9日発売の商品を待ってる間のこうバツナギ的な感じで、テリーのカシミルカレーラーメンとドライカレーおむすび、そしてナン、一緒に食べてまいりました。デザートとしてとろけるマンゴーラッシー、こちらもね、サイトに紹介されていたので購入してみました。いや結構ね、最後のこう口直しにこれめちゃくちゃいいです。はいはい、もうこの嫌な甘さもないし、ちょうどいい甘さ、フルーツ感とかヨーグルト感もほんとちょうどいいね。なんか変なとろみがついてるわけでもないし、まあそれ相応のとろみでちょうどよかったかなと思いました。ということで、今回の動画参考になったと思う方、良かったと思う方、グッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではスパイスカレー、レトルトカレー、カレー商品などを紹介しております。たまにドローンとかカメラとかその周辺機器などを紹介したりもします。カレーとかカメラとかドローンとか興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。